ミーバチはおしっこに行ってくるぞ。お手洗いって言いなさい。明日ない。気をつけろよ。ほら、廊下走るな。すみません。何してんだ、あいつ。共通の友達がいなくなった友達の友達って、二人きりになったらどうなると思う？答え。スマホをいじる。気まずいわ。俺の名前は菊池掃除。高校2年生だ。彼女の名前は花咲みちる。友達の友達みたいなやつ。メバチが帰ってきた。で、この元気な娘が目黒メバチ。ちゃんと手洗った？洗った。ちゃんと拭きなさいな。自然乾燥なのだ。俺とメバチは同い年の幼なじみだ。幼稚園の頃から付き合いがあって、小中高と一緒の腐れ。二人とも、メバチがいない間、何を話してたの？別に。ミチルはメバチと仲がいい。そして、俺もメバチと仲がいい。まさに、友達の友達。でも、俺とミチルもかつては仲良しだった時期がある。何せ俺たちは、もともと仲良し三人組の幼馴染だったのだから。そう。ミチルもまた幼稚園の頃から付き合いのある幼なじみなのだ。だけどミチルが小学校を卒業するのと同時に引っ越したことをきっかけに、俺とミチルは疎遠になった。最初こそは文通をしていたのだが、次第にミチルから返事が返ってこなくなり、俺から何通も送るのは迷惑なんじゃないかなんて思って、俺も送らなくなった。だから高校で再会した時は驚いたものだ。とは言っても、かつて仲が良かった相手とどう話せばいいかわからないもので、よう再会してからしばらくギクシャクしていた。でも幸いなことに、俺たちには共通の友人がいた。メバチだよ。ミチルが引っ越してからもミチルと仲良くやっていて、俺とも仲良くやっていたメバチが今の俺たちをつないでくれている。それもあってか。そう。菊池はさ、嫌いな食べ物ってある？まあ、特にはないけど。ふん。ミチルは俺と何かしらの接点を持とうとしている。どう思う？お互い時間が経っているし、探り探りという形でだが、何かをきっかけにもう一度仲良くなりたいと。少なくとも、俺はそう思っている。のだが。間違えて、お弁当二つも持ってきちゃったな。私ったら、どうし。一人じゃ食べきれないな。じゃあ、メバチがもらっていい？え？メバチお弁当持ってくるの忘れちゃったんだ。いただきまーす。相変わらずドジだな。おいしい。おいしい。今のは俺に食べてもらいたかったのか。それで天然を装ってお弁当。でもそんなミチルをよそに、ガチの天然さんなメバチは空気なんて読まないのである。というか、俺も気づくのが遅れてごめんな。卵焼き頑張ったのに。ミチル、わかったぞ。せめてその卵焼きだけでも俺が。メバチ、その卵焼きうまそうだな。俺に一つ分けてくれよ。よしよし、ここで卵焼きをベタ褒めして会話のきっかけを。え、まずいよこれ。え、メバチ、塩と砂糖間違えていいと思うよ。はい、すみませんでした。みちる、あー、かわいそうに。見えばっかり気にして味見するの忘れてた。ミチル、そういうところあるよな。
詰めが甘いっていうか、ラブレターとか書いたら誤字でいたずらだと思われるタイプだもんな、お前。はあ、こりゃ昔みたいな関係に戻るのは難しそうだな。ああ、間違えて映画のチケットを2枚買っちゃったな。私ったら本当にドジだな。おお、そうなのか。お弁当作戦の次は映画のチケット作戦だし、同じ映画を見ることで感想を言い合えば自然と会話ができるもんな。あとは俺が、もったいないし俺が一緒に行くぜキランって言えば万事解決だぜ。 もったいないし俺が、あー、その映画前にソウジと二人で見たやつだね。ネバチー、そうなんだ、二人で。あ、いや、あの、およお前何してんだよ。ミチルちゃん一人で行くの？メイバチが一緒に行くか？それ面白いからもう一回見たいし。二人って仲良しなんだね。うん、仲良し仲良しねえ。まあ俺に聞かないでくれ、頼むから。あれ、というか何その反応、嫉妬？いやいや、自分に都合がいいように捉えるなって。いくらミチルが俺にとって初恋の人で今もまだ好きだからって。そうだ、俺はミチルのことが好きだったんだ。ミチルも俺のことが好きだと思っていた。だからミチルから返事が来なくなって正直とても悲しかったし、めちゃくちゃ落ち込んだ。3年経ってこうして高校で再会してもう吹っ切れたと思ったのに、俺はまだ彼女の一挙手一投足に心を乱されてしまう。それはまだ俺が彼女を好きだからなのだろうか、それともただ初恋の人だから気になるのか、その違いってなんだ。はあ、なんだかよくわからなくなってきた。でも一つだけ言えることがあるとすれば、どうして手紙の返事を送ってくれなかったのか、俺はそれがとても知りたかった。そんなある日のこと。ヤッホー。何よ。遊びに来た。さん、メバチがミチルを連れて俺の家に来てしまった。気まずいなんてもんじゃないぜ。掃除の部屋入ったの久しぶりだね。人のベッドで跳ねるな。やめてくれ、なんかそんな反応されると俺のこと好きなのかと勘違いしちゃうでしょ。なんかあれだね。あ、普通だね。何が悪い。もっと個性的な部屋を期待してた。幼馴染に何を期待してるんだ。なんか面白いものは。あ、バカやめろ。のき、何してんの。別に、なんかあった。あ、それは中身は手紙。あれだよ、ミチルと文通してた時の。ああ、大事に保管してるんだね。捨てられるもんじゃないだろう。えい、勝手に読むなし。筒ですって書いてある。そんなこと書いてないだろ。何回読み込んでると思ってるんだ俺が。ほら、ここを縦読みするとさ。なんでわざわざ縦読みするんだよ。隠されたメッセージがあったら面白いかなって。人の手紙に面白さを求めるな。普通ってなんだろう。寿司のことかな。何を言ってるんだお前は。うわー。どうした、急にそんな大声出して。ん、いや、なんでもない。あ、
それからしばらく部屋でゲームなどをしていた俺たち。メバチはおしっこ。お手洗いね。えったら。また二人きりになってしまった。やっぱり気まずいぜ。あのさ。なにまさか話しかけられるとは。手紙、全部取ってくれてるんだ。まあな。それが、何？別に。そっか。私、飲み物取ってくる。いや、それなら俺が。ずっと座ってたから足がしびれて。うわぁ！しまった。ミチルを押し倒してしまった。メバチ、帰還！メバチ、なんてタイミングで。もしかして二人ってそういう関係なの？違うから。全然装置とは何の関係もないから。全然好きとかでもないし、今のは事故だから。ポッコン、ガチガチしちゃったよ。事実なんですけどね。でも全然好きじゃないって言われちゃった。それを言われて気づいた。ああ、俺まだミチルのこと好きなんだなと。だって心が痛いんだもの。二人が帰った後、俺は一人で悶々と考え込んでいた。未だに初恋引きずってるとか重すぎるって。俺どうしたもんかな。メバチめ、ちゃんと片付けて帰りなさいな。ほんと、質ですってなんだよ。質です。でも言葉になってなくもないんだよな。偶然だよな。他の手紙の確認でもしてみようかな。ま、特に何もないだろうけど。おや、これも、これもだ。こっちの手紙にも、好きですって書いてあるじゃん。たまたまか。いや、偶然にしてはこんな何枚も続いてたまるか。じゃあメバチが読んだ手紙の「すつです」は何だったんだ？あ、誤字か。そういえばミチルはちょこちょこそういうミスを犯すやつじゃないか。これ告白の手紙だったのか？縦読みで言われないとわからないだろ。あいつ読めたぞ。なんで返事を返さなかったのか。なんかさっきまで落ち込んでたのがバカみたいだわ。明日ミチルと話さないと。そんなこんなで翌日。ごめん。お昼休み、俺はミチルを人気のないところへ呼び出して謝罪をしていた。何の謝罪？昨日改めてミチルからもらった手紙を読み直した。縦読みで。そしたら一枚だけ「すつです」だったけど、他は全部「好きです」って書いてあって。あわあわと言いながらあわあわしている。で、今さら気づくのよ。だからごめん、気づかなくて。ミチルが手紙の返事をくれなくなったのは、俺が気づかない愚鈍の男だったからなんだよな。ごめんな、俺鈍感で。こんなゴミみたいなやつ嫌いになって当然だよな。そこまで自分を貶めなくてもいいじゃない。でも昨日はこんなやつ全然好きじゃないって。それはもはや嫌いと同義では。全然違う。嫌いと好きじゃないは全く意味合いが違うから。だいたい昨日のあれはごまかすためについ。本当に好きじゃないわけじゃん。え、それに間違ってる。
私はあんたが気づいてないと思ってたの。縦読みに？うん、気づいてて全然手紙で触れてこないから。だから手紙を送るたびに縦読みで告白してたの。それでほぼ全部好きですってあったのか。一枚だけ質ですだったけど。それで私あんたに間接的に振られてるんじゃないかって思って。あ、だから返事をくれなくなったのか。うん、あんたのこと忘れようって思ったけど、結局中学3年間あんたのこと引きずったままだったし、高校で再会した時に手紙の縦読みに気づいてないんだって気づいて。ああ、だからある時を境にミチェルは俺とまた。本当にごめんな、気づかなくて。いや、悪いの私だし、あんなの気づかないでしょ普通。中学の頃の私マジでアホすぎる。普通にあんたが気づくって思ってたから。いや、俺が気づくべきだった。気づかないのが普通だって。私だったら気づかないし。え、じゃあ俺が手紙でマグロっておいしくないって斜め読みの手紙送ったのを気づいてないのか。気づいてたわ。ほら、あれ意外と気づくものなの。俺は鈍感な男。でもそんなあんたのことが今も昔も好きです。まっすぐなところ変わってない。え、気づいてこうして謝ろうって思ったんでしょ。そういうところが好き。あ、え、あ、あんたはどうなの。俺も好きだ。なんかやろうとするたびにどこか爪が甘くて失敗するところとか。ねえ、本当に好きなの。ねえ、好きだよ。そっか、なら付き合う。うん、こうして俺はミチルとお付き合いすることになったのである。まあよかった、二人ともずっとギクシャクしてたから。キャッキャ。うんうん、やっぱりみんな仲良しが一番だね。よし、早速からかってかよ。おまけ。メバチってさ、掃除のこと好きなの。うん、大好き。そっか。ん？どうして安心した顔してるの？いや、メバチのは幼馴染として好きってはっきりわかるからさ。メバチ、男の子として好きだよ。うんうん、そうよね。ん？男の子として好きだよ。え？男の子として好きだよ。えーす。うわー、掃除だ。あー、なんだなんだ。キャッキャ。え、本当に何？メバチだよ、ゴーイングマイウェイだよ。だから誰がわかるんだそれ。わかったら強者だわ。